マコマコは中国神話に登場する下八道神仙の一柱、仙女である。聖神、東神時代の活行の書、神仙伝などに記述があり、その容姿は年の頃十八、十九の若く美しい娘で、鳥のように長い爪をしているという。また長寿の象徴でもあり、聖王母の誕生を祝いにマコが美酒を贈る。マコ賢寿は絵画の題材に取られることも多い。 マコの名は、新宣伝の牧に、応援と牧なな、マコの孔に見られるが、マコに関する部分の記述は、ほとんど同じである。漢の孔、官邸の代に、新鮮の応援が平民である採行の家に降臨し、死者をやって、マコを呼び寄せた。マコは、採行の弟の妻が、出産数日後であることを、遠目から知ると、しばらく近づかぬように言いつけ、清めのために、 少量の米粒を持ってこさせた。この時地面に撒いた米は、ことごとく短射に変わったという。マコは修行の時に、東海では3回も桑畑に変わる異変を見せるために、総会総伝、桑田壁機の四字熟語が有名である。西行は、マコの爪が鳥のように伸びているのを見ると、彼女が新人であるにもかかわらず、新中この爪で背中をかけたら、気持ちが良いだろうと考えた。 この心を見抜いた応援は、西行を捕まえて怒った。この時、西行は背を鞭で打たれたが、鞭を打つ人の姿は見えなかったという。また同様の話は、三国時代の列遺伝にも見られ、この書では、真子の爪で背中を書きたいと思った西行は、彼女の怒りを買って地に倒れ、両目から血を流したという。また別の話の列戦前伝によると、彼女の父親は、 午後十六国時代後、蝶の武将の朝秋であり、凶悪で残酷な人物であったとされている。マコは、父の朝秋が百姓に過酷な老役を課すことに心を痛め、複数の鳥を代わる代わる泣かせることで、休息の時間を延ばしていた。後にこのことが朝秋に発覚し、朝秋より暴行を受けそうになったので、闘争を図ってそのまま入り戦したという。ありがとうございます。